コメントか、うん、この間マリカちゃんと回った時の、はい、そう動画で、はい、なんかコメントをいくつかいただいてるのでちょっと読んでいきますね。ありがとうございます。最初の秩父国際ランド1編で、ですね、はむはむハムハムさん、ハムハムさん頑張ってーだって、私の同志同志ですごめんなさい、失礼ですねありがとうございますありがとうございます。ラビットチェンさん、はい、ナイスショット、いつもありがとうございます。いつもコメント嬉しいです。次、15歳丸2の動画ですね。丸2、2人とも癖強いスイング、あ、バンタムさん、はい、2人とも癖強いスイングだって癖直したいですよね、まあ、癖ね、その癖がまあ個性に当たる場合もあるんで、まあ、見る人によってはそれちょっと癖っぽく見えちゃうのもあるかなっていう感じまだなんか言われるとこう止めたりとかする部分っていうのまだ直ってないですもんね、上の方、うんうん、まあ、それちょっと個性と受け止めていただいて思ってあげてください。次の動画のやつはまた次のホールで読んでいきましょう、はい、いつもありがとうございます本当に嬉しいです、はい、では次13番、はい、287ワードです。わお、なんかすごい、はい、とにかくいつも通り右ですね。いつも通りだって右、確かに。これ右か左かで言ったら右です。 OK、 でもなんか右を狙ってしまうとひどいことになりそうですこんな感じでこう狙いながらも着地こっちで了解ですうわ、ちょっと足足、うん、ちょっとね、ちょっとダフりましたね、うん、でね、ちょっとね直したいとこあるんだけど、ちょっと後で後ほど言いますね。わかりました。結構な傾斜ですねこれね。そうですね、イメージはバンカー、あの2つのバンカーの手前にまずは落とすようなイメージで、どんなボールが出やすいでしょうかね今のこの状況は。右、うん、そう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 。ちなみにみえちゃんね、それだとね、あの右バンカーよりも全然右向いてんのよ。そう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 、さあ、もうちょっとボール見てましょう残り105です。105、何番で打ちます？7と言いたいとこだけど、ちょっとバンカーに入ることの方が怖いから、うん、例えば刻みたい。 OK です。あのバンカーとバンカーの間を狙うのはこそ難しいんで、ちょっと、うん、確かに手前に落とすイメージにしますこれもまた右。ちなみに左のバンカーも越えなそうですか？あ、左だったら越えそうですかね。そしたら、どうだろう。でも9番でピンまで105なので、手前だったら9番に向けそうです。まあ、この場合だと多分左グリーンの方が手前にあるから。そうですね。そう、多分右バンカーだとちょっと距離あるから怖いなと思うけど。あとはそのバンカーの手前に刻むのもマネジメントとしてはとてもいいと思います。ただバンカーの手前の底の部屋上に刻んじゃうと、打ち上げで要は傾斜がガーって上に登ってる感じになってるじゃないですか。で、打ち上げで多分あそこ行くとグリーン面が見えないんですよ。なおかつバンカーが目の前にあるんで、次のバンカーで次のアプローチのその光景をイメージするんだったら、まあ、もし左が越えられるんだったら左越えちゃった方がアプローチはしやすいかなとは思います。次もバンカーでお見えになってます。ここに越えておきます。そうそう、だどっちも越えなそうだったらさっきのマネジメントでもいいかなっていう感じ。 OK、 ちょっと頭残しててくださいね。そう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 、
ちょっとボールが左だったかな今のは。左に置いて大きすぎたっちゃう。そうそう、もうちょっと右側に置いていいよっていう。でも左足下がりだから。なるほど。そう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 。まあ次ならこれなら超えるでしょ。ナイショー。ナイス。キワキワ。そうそうそう。結構奥なんで。うん。そう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 。普通のイメージ。オッケー。うまい。いい、ナイス、ナイスアプローチ。なんかちょっとアプローチ上手になってない？さすが最近ベスト更新した人は違うね。フォローしっかり。そう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 。うん、ナイス。はい。オッケー、おいしい。今ファーストパットで左に切れてたじゃないですか。はい、切れました。返しは絶対スライスしやすいんで、カップにまっすぐ打っちゃったのが原因だったかな。ちょっとやっぱカップ外すまでは見なくても、左カップいっぱい狙ってってもよかったかって感じ。はい、前の組がいるので時間があるということで、さっきのコメントのポイント返しの続きをやっていこうかな。おっと、ちょ、これハングルってちょっと私読めない、ごめんなさい。おっと動画内にその方のあのコメント出ると思うんで、うん、確かに読める方の読み方、確かに教えていただいて、まあ、その方がですね、うんうん、お二人でお互いのズボンを掴んで始まる相撲対決、うん、相撲対決コンテンツをアップしてください。何それ、面白そうです。ちゃんと見てくれますかそれ。本当に、まあ、ほら視聴5とかじゃないですかそれ。1個それでもうチャンネル作るって結構な、まあ、要望があるから、そういうね、あるんですかね。一部入れてもいいかもしれない。ちょっと検討しておきます。ありがとう。次、はい、丸4の動画で出たやつを、ラビットチェンさん、お、新しいかも、ナイスカー CAR。 ナイスカー、どういうこと、これかもしれないです。これカー、え、カーってそういうことですよね。あ、そうそうそう、車っていう多分意味の、まさか、CAR、その回は私のナイスショットがなかったのかもしれない。でも大いにありえます、それも大いにある。何か入れないとっていうので。めっちゃ優しい人やん。うん、優しいですね。毎回ありがとう、本当にありがとうございます。次、丸5、はい、の動画ね、ハム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 さん、はい、グリーンに遊ばれるってわかるなーって。そう、あそこめちゃくちゃなんかこう波打ってたんですよ。先生、確かに、そう、わかります、知ってます。動画見た、あ、動画見た、すごかったんですよ。だからもう、まあ、私の実力不足と、あとはもうあそこのあの凄まじさにやられましたね。次、日高良一さん、はい、頑張って、グッジョブ。ああ、ありがとうございます。頑張ります。頑張りましょう。応援してあげてください。本当に励みです。次、ラビットチェンさん、ナイスショット。あ、よかったね、カーじゃなかった。あ、よかった、もう来た、ナイスショットが、カーじゃなかった。ありがとうございます。次、丸6、はい、ハマ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 さんです。はい、お、すごい、今回コメント長いですよ。お、コメント読みありがとうございます。あ、前回かな。いえいえ、そうで、ハーフ50切れたことを振り返ってみると、そうだそうだそうだ、まず1、ショートコースは毎週行きました。2、インドアレッスンでアプローチの練習が多かったような。3、先週別のコースをラウンドしたら122でした、てんてんてん、まぐれだったのかも、でも楽しかったです、一緒に頑張りましょう、ってインドアでやっぱりあのアプローチって、私もこの間画像でや動画でやったじゃないですか、うん、15ヤードと30ヤード、あれ結構いい気がしました、私も。確かに、ハムさんもで毎週行ってるは結構努力家ですね。毎週銀が来ないと
まあこうやって陰でやっぱ努力してることがそうやって数字につながるんで、まあちょっと練習量を増やしていただいて、ハムハムさんのね、してきた努力もちょっと真似できることはして、はい、ちょっといい結果報告をできるように頑張っていきましょう。はい、14番ホールパー5です。パー5また出ましたね、はい、332ヤードです。さっきドライバーなんか言ってくれてましたよね、うん、直したい。そう、まあドライバーに限らずなんですけども、いいかな、ちょっとみえちゃんこれカメラ持ってほしい。いい、さっきからみえちゃん構えた時ね、右肘がこうやってピーンってこうやって伸びちゃってるの。あ、右が、そう、右肘って基本的にこうやって曲がった状態なのね。へえ、はい、結構みんな勘違い しがちなのはこう三角形、うん、肩と腕でこう三角形作りましょうっていうイメージでこうやってピンって伸ばしちゃう人がいるんだけど、はい、それは曲がってたとしても正面から見ると三角形はできてるんです、うん、そう、ここがピンって伸びちゃうと肩も前出るし、もちろん突っ張っちゃってるから右手が強くなっちゃうから、まあ、どうしてもアウトサイドがあるからすごい右曲がりやすくなっちゃったりとかしちゃう。だから肘曲げて、はい、曲げたら曲げた肘をこう溝落ちの方にこう寄せててもらえて、うんうん、はい、こうやって曲げちゃうと肘引く形になっちゃうから、逆にバックスイングでこういう形になって右手使いやすくなっちゃうから、はい、上げて溝落ちの方に寄せる、はい、この形で構えて上げていってあげると右肘が支点で上がっていくから肘がこうやって開きにくくもなってきますよ。で右手の力が抜けた形になりますよっていう、うんうん、アドレスの時もここ、うん、この違いだけ気をつけてもらいたいなっていう感じ。わかりました、はい、ありがとうございます。曲げて、そう、曲げたらその肘を右肘曲げて、そうで、その肘を溝打ちの方に、そう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 、そういうイメージ。そうで、これでね、普通に三角形な、そう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 、そう、そういうこと。ちょっと後でこれ上がった時に見てみてください。はい、そういうこと。 OK、オッケー、ナイス。ほら、ドローボール打てた。ちっちゃいましたね。ね、いやいや、でもドローボール打てた、今。そう、肘そうやって曲げといてあげると、インサイドから入りやすくなるんですよ、クラブが。うん、そう、だから今みたいにドロー回転かかりやすくなるから、ちょっとそれ気をつけてあげて。はい。お、みえちゃんこれ得意そうだね、ボール右曲がっていくから。そうですよね。さっきの右肘は、まあショットの場合は全て、ちょっと意識してあげた方がいいかな。はい、わかりました。おお、ギリギリ、キーギリギリ、よかった、オッケー、よかった、19ヤードです。また9番で行きます。なぜならばピンまで9、89ヤードだからです。ちょっとどういうこと、どういうこと。全然なぜならばなってないけど。どういうことだか。89ヤードだからです。89ヤードでなんで9番なのっていうとこが。89番で、まあ、あの90、80ぐらいだったのでショットが、はい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 、ピンまでなので、ちょっとピン手前を、ピン手前、そうです、グリーン手前、グリーン手前、オッケーです。はい、この状況、グリーン手前に障害物ありませんか、大丈夫ですか。まあ、ございます。で、ちょっとみえちゃん忘れちゃいけないのが、この場合ちょっと打ち上げあるの分かります。そうですね、ちょっと確かに気持ちそう、はい、そうで、ね、で、風も今ちょっと言うのに、さっきちょっとアゲンストで吹いてたんで、さっきまではそうです。そう、10ぐらいプラスしてもらっていいかなっていう感じ。なるほど、100で、多分さっきから見てると、はい、みえちゃんのその行ってる距離ってランも含めての距離なのだから、80ヤードって言って9番持った時に、だいたいグリーン手前にポーンって落ちてコロコロで80ヤードだから、うん、この場合だと100ジャストに落とせるクラブ7 OK。 80で全然届かないよ、これちょっと暗かくなってるっていうのと、そう、風がちょっとさっき吹いてたっていうの、そう、今は大丈夫かな。惜しい惜しい惜しい、いい、 OK です OK です。あと視点ですね、ちょっと視点ずれ、視点ずれですね。そうそうそう、 T
て、でボールが極端に下にあるんで重心下げて、重心下げて、そう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 、その重心変えないようにね、そう、うん、いきます、はい、オッケー、ナイス、うまい、ナイス、ガチポーズ来てよ、うわ嬉しい、なんか安定してきたね、5打目、そう5打目、パーパットです、パーパット、パーパットです入れてくださいよ、うん、いきます、あ、強い、あーあーあね、面白い。